聖書人になりたい菅野和彦とひろみです。リスナーさんから質問いただきました。はい、ありがとうございます。マグダラのマリアって誰ですか？マグダラのマリアはたくさん出てくるわけじゃないのにとても目立つ人ですね。そうですね、うん、重要人物ですよね、うん、復活したイエス様に最初に会う人ですよね、うん、ただそれほど多く説明があるわけではないので、そう詳しくね説明してないんですよね、うん、どういう人なんだろうということでね、うん、みんなを探ったりしますよね、うん、福音書の中にマリアだらけだよね。ねえ、うん、本当にイエス様のお母さんから始まり、うん、たくさん出てきますので、うん、マリアを比べる、はい、もしくはマリアのようなイエス様に従ってついてきている女性たちがどういう人たちだったのかを比べるということはよくしますね。これだけ新約聖書にマリアって出てきますけど、旧約聖書の中にもマリアが出てくるんですよね。はい、実はいらっしゃいます、うんうん、そしてただ一人、その人はモーセのお姉さんのミリアムですね、うん、マリアというのはギリシャ語でマリアと書いてありますけれども、ヘブライ語の名前はミリアムという発音です。ミリアムという人は女預言者と書いてありますね。出エジプト記に、モーセと一緒に海を渡ってエジプトから救い出された時にモーセが歌を歌います。そうするとその後にミリアムがタンバリンを持って歌うわけですよね、うん、応答するんだね、うん、民の代表みたいな形だよね、うん、モーセが連れ出して民が喜んでる、その喜んでいる民のリーダーがミリアム。そのミリアムは荒野で大変な事件を起こしてしまいますね。うん、神様に逆らってモーセだけが代表なのかということでね、訴えるんですよね、うん、文句を言うんだね。文句、うん、その文句はラションハラーの最初の事件だったでしょ。ああ、うん、神様の選んだものに対して、うん、悪行を言うということで、うん、神様に罰が与えられて、うん、サラーとひどい皮膚病になった。それでイスラエルの民が荒野で7日間待たなければいけなかった、うん、そうですね、7日間隔離されたんですね、うん、清められるのに7日間かかった、うん、ということですね、うん、はい、サラートになった時に7日の間隔離されているということはレビ記の14章に書いてあることなんです。汚れを清めるという時に7回振りかけるとか、血を7回振りかけるとか、贖いの蓋に7回振りかける、そして洗い清めるとか、アラムの王の将軍ナーマンの時の皮膚病も7度ヨルダン川に身を浸して癒されるっていうふうにもね、うん、ありますよね、うん、チャラートが清められるというのは神の国が来る、恵みの年が来るということの象徴的な出来事ということなので、うん、マタイ福音書の中で天の御国が近づいた、病人が癒され、死人が生き返り、チャラートが清められ、悪霊が追い出されると。マグダラのマリアはどういう人だったのかというと、7つの悪霊を追い出していただいたっていうふうに書いてあるんですよね、うん、そうですね、イエスに従っていた女たちのグループの、うん、どういう人たちだったかっていうと、病を癒され悪霊を追い出していただいた女たちがついていった、うん、その中でもマグダラのマリアは7つの悪霊を追い出していただいたということですので、うん、あれあれ、あれあれ、ミリアムの7日間、うん、そしてサラーと清められる、うん、こういうことを思い出す、ミリアムが洗い清められたようにマグダラのマリアも洗い清められたもの、洗い清められたものの代表、そうですね、うん、代表ですね、うんうん、教会は諸女マリアの集まりじゃなくて、うん、マグダラのマリアの集まりなのね、はい、多く許されたものは、はい、多く愛するものだという言い方があります、はい、まさに7つの悪霊を癒していただいたマグダラのマリアは余計に愛するものだということになりますよね。モーセのお姉さんミリアムはもう一度別の時に出てきます。ミリアムはモーセが生まれ箱に入れられて救われる一部始終を目撃していた人なんですよね。ミリアムがモーセが救われるのを見てる、箱に入って、うん、
て、まあ、寝かせられている。そこで布にくるまってとは書いていませんけれど、うん、まあ、布にくるまっていたはずですね。ただ入れるわけじゃないですから、うん、箱に寝ている緑子が水を通って救われる、その光景を見ているのはミリアム。そう、貝羽桶で寝ておられる緑子を見つけるのはマリアでした。いえ、違うんですよ、うん、羊飼いたちなんですよね、うん、ベツレヘムの羊飼いたち。そのストーリーを見ることによってマグダラのマリアは誰なのかということがもっとよくわかる。それは次回、楽しみにしてください。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野和彦、ひろみでした。